風が打ち込み、つまびかれているものは KOHSHU だと思う。どれで言ってんの？いや、KOH H パターンね。高所、高所じゃないけど、大丈夫かな。いや、これはこれでちょっとなんか俺が言ってるやつと違う。高所だけ A が1個少なかったらどうする？あ、どうする？なんかある、あったんだね。あの、減点される。やっぱ鷺沼犬になったな、これ。鷺沼？海に近いのかな？菅沼かな？菅沼犬だな。正義じゃない、正義じゃないの。正義山田って。え、実際どっちなのお前。いや、こんだけ付き合ってて分かんない。3日前から正義だったの。正義になったの。お願いします。お願いします。はい、お願いします。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 初日、KT 絶壁横浜、うん、ね、初めてのところでアントロギアツアー終わりましたけど、どうでしたか？あれですね、もう本当にどうでしたかってことをお客さんに聞きたいんですけど、ねえねえ、ね、楽しかったね、でもね。楽しかった。曲たちがなんか、まあ、ライブをイメージしながら作ってた曲が多いからさ、うん、クラップしてとかいろいろ考えたりさ、そう、ね、してた曲が多いから、すげえ楽しかったな。一体感あるね、今回の。あるね、曲ね、うんうん、曲名はもちろん言えないけど、アルバムの曲以外の曲たちもなかなか絶妙な、あ、ね、めっちゃ絶妙だったな。ちょっと、おお、これ来たかみたいな感じの、そう、で、またグッとくるね、曲ありますよね、ちょっとね。俺たちは俺たちありましたね。俺たちありますね。いろいろ言えないけども、うん、なんか最高のツアーになる気がしました。ね、初日の感覚としてもかなりなんかグッときながらも、うん、手応えがあって、うん、ちょっと未来の見える感じのね、天気ありましたね、なんかね。ありました。そう、なんかアラームが。じゃあ次はツアーは15日の大阪ですね。ゼップナンバーですね。15号。ね、楽しみですね。楽しみましょう。はい、じゃあ今日はひとまずおかみさんいないですけど、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい。